Hoshide Locks。 スクールオブロックのリスナーの皆さん、こんばんは。国際宇宙ステーションよりお届けしています Hoshide Locks。 パーソナリティの宇宙飛行士、Hoshide Akihikoです。さて、この番組ですが、一番最初にスタートした時に、全9回の放送と言いました。実は今日この放送が9回目、最終回の放送になります。最終回ということで、今日はですね、国際宇宙ステーションの地球側に面したところにあります、キューパラと呼ばれる、出窓からお送りしています。窓の外には非常に美しい地球が見えていますけれども、実は先ほど日本海上空も通ったんですね。日本も視野に入ってたんですが、残念ながら雲がかかっていて、見ることができませんでした。さて、僕が宇宙に帰ってきて4ヶ月になりますけれども、実は、あと1週間で地球に帰ることになっています。この間ですね、非常に多くの実験研究を行いました。そしてコウノトリが来たり、船外活動を行ったりということで、非常に忙しいですけれども、充実した時間を過ごすことができました。最近はですね、期間前ということで、メダカの実験を継続しつつ、自分たちの体を使った実験ですね、を行っています。無重力で、人間の体にどういう影響が、あるのかということを調べるために、例えば自分たちの血ですとか、尿のサンプルを取る、あるいは超音波で、自分たちの体を調べるといったようなことをしていますね。それから、残る3人の宇宙飛行士に、いろいろ仕事の引き継ぎなんかも行っているところです。ではここからはリスナーの方から届いた、メッセージをご紹介していきましょう。まずは、北海道17歳の女の子、ラジオネームさとみんさんからいただきました。私は今進路に迷っています。いろいろな大学を見て、子供の頃からの夢だった宇宙飛行士になりたいという気持ちが大きくなりました。私はロケットを作ることにも興味があって、工学部に進もうと思っていますけれど、女子の割合がものすごく低く、身長も低いためとても不安です。どうしても男子の勢いに負けて一歩が出ません。星出さんはどうやって勇気や一歩を踏み出していますか？そうですね、僕も大学は理工学部で、同じ学科確か200人ぐらい学生がいたと思うんですけども、その中に女性は2人しかいませんでしたね。でも例えば宇宙飛行士の中には、もちろん向井千秋さん、山崎直子さん、日本にも女性の宇宙飛行士いますし、それから今長期滞在を一緒にしていますサニー・ウィリアムズ飛行士も女性ですね。で、彼女はこの第33次長期滞在の、コマンダーをやってますけれども、地上の管制官にも女性は、結構いるんですね。なので女性だからという、時代は、そろそろ終わりなんじゃないかなと思います。で、勇気を出すとき、一歩前に踏み出すとき、何か意識してるかというと、そうですね、やっぱり尻込みすることもうなくはないですけども、そういう時に何ていうんですかね、開き直るっていうか、失敗してもいいやっていう気持ちで、やりますかね。実は失敗することから学ぶことっていうのは、実は結構大きいじゃないかなと、経験的に思っています。なのでそういう時には、とにかくやってみようというふうに考えますね。さとみんさん、宇宙飛行士になりたいということで、お待ちしてますので、ぜひ、まずは大学受験かな、頑張ってください。続いてのメッセージです。埼玉県14歳の女の子、ラジオネームフーチャー冒険少女さんからいただきました。最近アニメの宇宙兄弟で、ISS は無重力な環境だからこそ医薬品を開発することができるというのを知ったのですが、それって本当の話なんですか？はい、いい質問ですね。正確に言うと、宇宙での無重力の環境を使った実
験によって、まあ薬の開発のまあお手伝いをすると言った方が正しいでしょうか。薬を開発するときに ある病気のこうタンパク質のその結晶を作るんですね。でそれをこう解析する調べることによって、どういう物質がその病気に効くのかというのが分かってきます。でただこの結晶がですね、精度、まあ、品質が悪いと これかもしれないあれかもしれないと、まあ、いろんな物質その中のどれが本当に効くのかっていうのが分からないんですね。なので試行錯誤を繰り返しながら薬の開発を進めるしかないと。で宇宙で、そういうタンパク質の結晶を作ると重力が邪魔をしない分非常に品質のいいものができるということなんですね。でそうするとそれを調べるときに物質どの物質が効くのかというのが分かりやすいということで、そういうメリットがあります。なので宇宙で作ったからといっていきなり新しい薬ができるわけではないんですけれども、そういう研究開発が、まあ、加速されると、研究期間が短くなるということになります。で実際に宇宙での実験によっていくつかの薬がですね今、徐々に、そういう段階に近づいてきているというふうに、聞いています。ということで全9回にわたってお届けしてきましたホシデロックス、今回でラストとなります。今までこの番組を聞いてくれましたスクールオブロックのリスナーの皆さん、そして遠山校長吉田教頭、本当にありがとうございました。地球に戻ったらそうですね、いつかそちらのスタジオにも遊びに来たいと思います。では最後は地球から届いたリクエストメッセージを紹介して番組を終えたいと思います。こちらはラジオネームビットさん、ママンさんからいただきました。フジファブリックで星降る夜になったら。それではまた地球でお会いしましょう。国際宇宙ステーションより星出彰彦でした。バイバイ。